来月から首都圏の高速道路の料金が変わります首都圏の高速道路は建設コストの違いなどによって路線ごとに料金体系が異なっていました新たな料金体系では基本的に1キロあたりおよそ36円の水準に統一されますこれによりこれまで割高だった県王道の西側の区間の料金が引き下げられる一方 京王道路などの有料道路は値上がりしますしかし首都高速などで長距離を走った場合この体系を当てはめるとこれまでよりも大幅に高くなってしまうため料金の上限を設けますまた出発地と目的地が同じ場合はどの高速道路を使っても同じ料金となります4月から首都圏の高速道路の料金が大きく変わります 具体的なルートで見てみると普通車で神奈川県の厚木インターチェンジから茨城県の桜土浦インターチェンジまで利用した場合現在は首都高速を使うルートが3560円と割安な一方圏央道を使うルートが5210円外環道を使うルートが5590円と割高になっています。こののの料金格差が都心の渋滞要因の一つにもなっていました。 これを出入り口が同じであればどのルートであっても三千九百三十円に統一します。四月からの料金改正により、渋滞が比較的少ない県王道や外環道へのルート変更が期待され、都心部の渋滞緩和を図る狙いがあります。また首都高速の料金も見直されます。これまで五百十円から九百三十円でしたが、四月以降は 距離に応じて300円から1300円になりますそれにより短い距離ならこれまでより安く長い距離ならこれまでより高くなる設定になります国土交通省は首都圏での料金変更による渋滞緩和の効果を見た上で県基県の高速料金の見直しも進める方針だということです